はい、こんにちは、ライムです。ということで今回は遅くなりましたが、ラビリンスダンジョンジョブガイデン新ガチャ性能解説していきたいなと思います。なんか先ほどラビダンの新しいボス追加されて、ダメージがね全く入らないみたいな謎の不具合かましてる安定の FFRK 運営さんみたいですが、何時間かな、実装されて4時間ぐらいかな、8時半に解消だったからね、いやもっとか、5時間ぐらいってことか、つまり解消するのにずいぶんかかったねって感じだけど、一体何だったのかっていうね、無敵状態、ウルトラマイティーガード状態だったみたいですけど、僕は触ってないんですが、はい、まあそんな感じでですね、今日始まったガチャの解説していきたいなと思います。今回はもうワールドオブファイナルファンタジーと FF ブレイブエクスピアスのもうなんていうのかな、ナンバリングタイトルしかやってない人にとってはなんだこの珍獣たちはっていうラインナップ、知らない人多いでしょうね。セラフィーとかタマとかね、はい、これもうそもそもゲームとして知ってる人どうなのっていう感じするけど、ワールドオブファイナルファンタジーっていう謎ゲーがあったんですけどね、その中のタマンはまあ主人公についてくるガイド的なキャラで、セラフィーはまあ拠点にいるまあ仲間の一人っていう感じ、そこまで頻繁に出てくるキャラではないんですけど、一応まあそんな感じですね。はい、ではフィーナに関してはもう FF ブレイブエクスピアスのヒロインなんで、ほぼ主人公、3人の主人公のうちの一人っていう立ち位置の女の子ですね。はい、そんな感じで行きましょう。まずこちらセラフィー、セラフィーに関してはもうライムがセラフィーを語るときはもうとにかく一緒、もうずっと変わんないですね。現環境においてももう総評いくんだけど、全環境においても風魔法はとにかくセラフィーだけ揃えとけば間違いない。で今回新しく追加されたこのクリシンとか特に語ること正直にないです。別に他のキャラと変わんないし、別にセラフィーのやること自体も全く変わらないので、これはね別に、はい。であとはアクセルシン、究極シンはこれ復刻なんでまあ割愛するとして、アクセル審議にしても味方全体のね、風属性バフが、できるようになったりします。であと今回あれだ、そういえばセラフィーに新しくね星7戦技ので必殺技ゲージ1貯めるってやつ来ましたね。これ今までセラフィーにずっとなかったんですよ、ゲージ貯め戦技が。まあでもこのセラフィーの強さを考えたらまあわざとやってるのかなって思ってたんですよ。ティーラとかね、その辺のキャラと同じくあえて出さない方向なんだろうなって思ってた時に来ましたね。まあとはいえ別にセラフィー以外の確定デバッファーもう全然あるよね。だからなんでセラフィーだけって思ってたんだけど、まあティーダならまだわかる。まあとはいえまあロックとかもゲージ宣言あるんだけどね、ティーダも未だに来ませんが、さすがにもう出すもんなくなったら出んのかな、ティーダも。はい、ということでセラフィー来ました。セラフィー使いの人はまあ欲しいかなと思うんだけど、まあこれは別に必須ではないんで、あったら最高だよねって感じ。なくてもまあいけるけど、ちょっとね他のキャラがゲージ戦技あったりすると足並みが揃わなくなってくんだよね。チェーンのタイミングとか、チェーンのタイミングになってもセラフィーだけゲージ溜まってないみたいなことが起こり得るんで、ちょっとね足並み揃えるためには欲しいかなっていう感じはしますね。はい、ということでまあセラフィーの総評なんですが、まあ先ほども言った通りもうとにかく風魔法で苦戦してるようだったらセラフィーの必殺技揃えておけば間違いないよの、ないよということですね。で戦闇とかシンクロで風デバフしながら、なおかつ究極審議とか今回のアクセル審議で風バフもできますのでね、あと覚醒とシンクロでもできるのか、風バフなんですごいんですよ。他のキャラよりもデバフ、戦闇でデバフもできて、あとは追加効果でバフもできちゃうから、めちゃめちゃ有能です、この人。本当に。と
とにかくセラフィーだけ揃えて、あとはまあ適当なキャラ突っ込んどけば勝ち魔法大体勝てちゃうので、それぐらいのキャラだと思ってください。で D 格とかもね、シンクロ覚醒はもちろんもうドリセレにとっくに含まれているんで、そういったところで狙っていくといいと思います。何も持ってないという方はこのガチャで引きに行くっていうのも全然ありだと思うしね。はい、やっぱり風バフと風デバフ両方できるってことは常に、ね、火力も上げ上げで戦えるということなので強いと思います。はい、で、今回タマ結構性能評価、僕の解説待ってる方もいるんじゃないかなと思ってたんですけど、こちらクリシンね、タマのクリシン、待機時間なしで一定時間は味方全体の魔力と精神アップ大ヘイスト、一定時間魔法攻撃のダメージアップ中、魔法攻撃の待機時間を短縮する、自身にクリスタルモードで、このクリスタルモードの内容、待機時間短縮とアビ使用回数なし、もう一回放つとかはついてませんね。でクリスタルホースに待機時間なしで味方全体に中回復、待機時間2ターン短縮、 ATB 短縮ということになります。うん、回復要素は一切、てかクリスタルフォース部分だけか、本体効果で回復できないので、これ注意してね、あくまでメイン効果がバフになっちゃっているんで、回復目的で使うと全然回復できないから、そこら辺は注意するようにしましょう。はい、でこれパッと見でめちゃくちゃ強いよね、めちゃめちゃ強いと思う。パッと見じゃなくてもじっくり見ても強いと思うんだけど、この一定時間魔法攻撃のダメージアップ中はケットシーの覚醒とかシンクロと全く同じ効果で、魔法攻撃の待機時間を短縮するよっていうのはモグの覚醒と同じ、風のラプソディと同じ効果内容なんで、ケットシープラスモグっていう感じの内容になってるんだよね。これ爆裂に強いですね。この内容だけ見ると最強の魔法バフっていう感じがするんですけど、ただもちろん難点があって、これクリスタル神技なので1回しか使えないバトル中、つまり一定時間なので15秒間だよね、これってことを考えると、このクリスタル神技の15秒間中に倒せる腕がないと、腕および火力がないとダメなんだよね。それ以降じゃあ弾で何すんのって話になっちゃうので、だったら15秒以上かかるんだったらケットシーとかで、ケットシーだったら魔法攻撃ダメージアップ、今はもう覚醒朝練2回とシンクロ1回で45秒間持続できるからケットシーでよくねってなっちゃうし、で魔法攻撃の待機時間短縮欲しいなと思ったら別にモグでよくねってなっちゃうんで、別にね、それ以降だったら弾である必要がなくなっちゃうので、もう本当に15秒間この必殺技使ってる時間内で倒せるかどうかっていうね、だいぶクロート向けの必殺技なのかなっていう感じがするんで、まあ一部ね、僕のあの友人のアンさんとかも欲しいとか言ってたけど、いやいや絶対使えないと思うこれは今まであの初心者動画とかねやってきた僕からしても、アンさんとかも使えないし、例えばね、最近あの動画に出てもらっておにゃんことかも使えないと思うんで、まあ無理です、初心者には絶対おすすめできない、もう完全にクロート向けだねと思う。であと、まあこれ自体めちゃめちゃ強いし、あと他の必殺技もね新たに追加されたもので言うと、タマの星7戦技か、これプロシェルヘイスト、今までのヒーラーのよくあるプロシェルヘイスト戦技なんだけど、必殺技ゲージ1貯めると ATB 短縮ついてるんで、これが今までにないヒーラー戦技の中では最強のやつだね。これ今までの全てのヒーラー戦技を過去にする戦技になってます。これ現状最強です、まあ、だからといってでっていう感じなんだけど、うん、まあうんっていうもうここまで来たかと、まあ、優遇だね、優遇措置も入ってるんだと思う、外伝キャラなんで、あと単純に今までゲージ宣言もなかったよねっていうところで、こういったものも実装されましたよというところだね。であとは、星7レジェマってか、はい、
これも結構強い。ラウンド開始時 ATB 溜まってて、1バトル中1回のみ、黒魔法、白魔法は使用時に一定時間、自身の魔力、精神、魔防アップ。黒魔、白魔ビー使用するたびに追撃。味方全体の待機時間を一旦短縮するっていう効果内容。これかなり強いね。一定時間の多分15秒間だと思うんだけど。これめちゃ強いわ。開幕即時行動できる上に毎ターン待機時間短縮付与できるんで。うん。まあ、こういったところで、モグケットと差別化。もちろんこれ一ターン短縮になってるから、さっきの魔法攻撃の待機時間短縮とめちゃめちゃ重なります。これ短縮っていうのが3分の1なのか半分なのかわかんないけど、まあ、多分半分だと思うんだけど、ね、魔法攻撃の待機時間半分と半分で4分の1になるってことだね。めちゃくちゃ強いね。はい。あと、魔力と精神も上がるんで、回復量も上がったりとか、そういったメリットもあります。まあ、魔力上がったところでね、特にその属性まといとかそういったものないんで、弾自体は火力できない、出せないんだけど、まあ精神が上がることでね、回復量が上がるっていうのは結構でかいかなと思います。はい。まあ、これも、仮に弾狙いの人がいたらね、これも狙っておくべきでしょう。特に、まあ、ガチ勢の方だと思うんだよね、今回のクリシン使うって言ったら。はい、そういった方がね、この、多分、ラウンド開始時で ATB 溜まってるっていうところに、やべえなってなってるんだと思うんですが、はい。あと、あ、そうだね、そんな感じか。で、あと、総評でいくとですね、タマに関しては、今回のクリシンとか以外にも、今回ここに入っている究極神技の追撃効果、あ、ごめん、究極神技じゃねえわ、覚醒だね、覚醒と D 角だわ、ごめん、覚醒と D 角に弱点ダメージアップ台があるんで、アビリティ2回使用するたびに。なんであれもね、タイミングちゃんとうまいこと調整できるような人じゃないとやっぱ扱えないんだよね、もともと。そう、弱点ダメージアップ台自体は強いんだけど、そういった意味で使いにくいよねっていうのが今までの評価だったんです。で、そこに来てこの誰でも結構使いやすいこのクリシン、一定時間両方かかるから雑に使っても強いよねってやつ来た。ただこっちも時間制限があるんで、ケットシーとかモグと違って、あくまでこの15秒間に蹴りをつけないと効果が切れてその後どうにもなんないみたいな状況になっちゃうから、いずれにしてもやっぱりターン制限のものと時間制限のものになっちゃうので、使う場面は相当限られて、使う場面というか使う人、うまいこと使える人が相当限られてくるので、特にまあ初心者とか新規勢の方にはまず無理だし、まああと無課金勢の方もみんながみんな30秒切りできるとかっていうと また別の話になると思うので、だいたい僕が知ってるような無課金の方だとだいたいね40秒台とかっていうのが、うん、基本になってくるんで、なかなか人を選ぶね、これ本当にクロート向けのキャラなのかなっていうところですかね。ただ、使いようによってはね、ガチで装備揃ってて腕もあってみたいな人だと結構強めになるんじゃないかなっていう気もしてますが、まあいずれにしてもただ普通に30秒切りとかねするぐらいだったら全然モグとかケットシーで十分なので、わざわざ弾全部揃える必要性あるかって言われたら特にないです。ただこういう選択肢も増えたよというだけの話で、はい、そんな感じだね。あとフィーナですね、こちらがクリシン、待機時間なしで味方全体中回復、一定時間攻撃魔力精神アップ中、一定時間エインヒール、ジョブガイデンシリーズの英雄のダメージアップ中ということで、これこの間パンネロンのガチャ出て、パンネロンのクリシンにもこの効果ついてて、あの時はねたまたま忙しすぎて12のねガチャの性能解説動画アップしませんでしたけど、そう、まあ、パンネロンの代わりに話すと、そうジョブガイデンシリーズの英雄のダメージアップ中、これかなり強いです。めちゃめちゃ強い、他のあらゆるバフとも重なってくるし当然、まあ、ただ狭いね、いかんせん幅がジョブガイデンシリーズでしか使えないし、であとこのねジョブガイデンシリーズのヒーラーでは、まあ、一応タマもいるし、あとウララがいるからね、
大抵の方フィーナよりもうらら揃っちゃってると思うんで、わざわざさ、特に無課金勢の方がもううらら揃ってんのにフィーナわざわざ揃いに行かないよねっていうことで、優先度相当低いと思う。これ強いは強いんだけど、あと場合によってはもううらら超え、シリーズダンジョンにおいてはっていうぐらいにはなるかなと思うんだけど、まあいかんせんやっぱり、もううらら揃ってる以上わざわざそこまで新たにね揃いに行かないでしょ。それだったらアタッカーの方が強化するよねっていう話になってくるから、ちょっとこれ自体この性能自体悪くないね。これ単品で見たら全然悪くないんだけど、まあいろいろな状況を鑑みるとちょっと、使い道はあんまりなさそうかな、てか狙ってく人があんま少ないのかなっていう感じがするね。シリーズ特化性能になってさすがに強くなったかなっていうところだね。はい。で、究極審議については復刻なので、まあ、特に語ることはないですね。はい。そんな感じです。で、フィーナの良さは物理補助も使えるから、ミンフィリアと同じタイプの専用アビ持ってるんだよね。ゲージアップ特大。これ怒りと同じなので、怒りながら HP 回復するってやつ。なんで、他のヒーラーよりは一応ゲージは溜まりやすくはある。だから必殺技連打はしやすいかなっていうところだね。はい。で、あと D 角で一応防御魔防精神デバフとか、あと第2覚醒であれか、全属性デバフもできるのか、クイナの覚醒2についてるやつ、あんな感じで攻撃したアビリティの属性デバフするよってやつがくっついてるから、ヒーラーとしては初めてかな、属性デバフできるヒーラーはっていうところで、まあ、うららともまた違った立ち回りができたりとかします。一応。はい。まあ、無理に集める必要あるかっていうと全然ないけどね。まあ、そんな感じで結構面白みのある、ジョブガイデンキャラたちっていう感じですかね。であと今回なぜかしれっとドクターモグが復刻されてるんですけど、まあ、ドクターモグは特に語ることないんで、割愛で過去動画見てほしいなと思います。そんなところでしょうか。といったところで長々と語ってきましたが、まとめいきたいと思います。今回特にジョブガイデンシリーズの魔法ッパだね、魔法ッパで使えるキャラたちが、強化されたのかなっていうところ、あと年内にクリダンにジョブガイデン追加されると思うので、もう残すところ1と3と11とジョブガイデンだけだからね、古希の追憶は。なんで、で最近もうラビダンとかにも追加されてるし、フラグメントがで、こういったガチャも来てるから、まあぼちぼち来そうだよねと、年内には多分もう来ると思うんで、まあ、それに備えての手持ちの強化してもいいと思う。ジョブガイデンシリーズのキャラなんか狙いに行かないと手に入んないから、普通にフェスとか入んないからね、弟子とかウララぐらいしか入んないから、他のアタッカー手にする、あでも前になんかあれ入ってたな、そういえばあの人ワールドオブファイナルファンタジーの黒幕というか、裏ボスのあの人、花沢花さん、やべ、声優は出るのにキャラ名が出ない、エナクロだ、ごめん、エナクロですね、創造神、ワールドオブファイナルファンタジーの創造神にして裏ボスの、エナクロが、そう、入ってたけど、まあ、基本入ることないと思うので、まあ、こういったところで狙ってもいいんじゃないかなと思います。まず狙っていかないと、はい、こんなのね揃える気にならないでしょ普通は。ただ一応ジョブガイデンはもう物理でも組めるからね、十分なやつがレインとかね、あとこの間のラーンとかもねだいぶ強化されたりとかもしてるし、でまあ一応ラスウェルとかも強化されてるし、あとね、なんといってもデシウララのねクリバフで二人組もいたりするから、そっち揃ってるんであればわざわざ魔法パ作る必要がないので、あとセラフィーについても強いとは言っても別にドリセルにある組み合わせで全然強いから、究極審議と D 角だけあれば、まあ、あとねシンクロも覚醒も、覚醒だったらハッピーセレクションとかでも入ってるだろうしみたいなところで、まあこのガチャ本当に回す必要があるかって言うともう手持ちと相談としか言えない。であと弾に関してはさっきも言った通りかなりクロート向けのバッファーになるから、初心者じゃまず扱い無理だと思うのでやめましょう。あと自分がプレイしてて30秒切りできるかどうか、できないのであればやめた方がいいと思うし、うんって感じかな。フィーナに関してもまあほとんどジョブガイデン専用キャラになっちゃうんで、
クロート向けだね。いずれにしてもやっぱうららになっちゃうと思うから、普通にプレイしてるとこんな感じですかね。はい、といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。